こんにちは、しゅんじです。今日はレゴジュラシックワールドドミニオン76946ベロキラプトルをおびき出せブルーとベータを組み立てご紹介します。こちらの商品ね、そんなに箱大きくないんですけど、ピース数が多くて181ピースになってます。楽しみにされてる方も多いと思うんですけど、ブルーの親子、ブルーに子供のベータですね。ベータもね、青色のラインが入ってるみたいで、いやめちゃかわいい。はい、で、くるっと回して後ろはねこんな感じとなってますね。ベータ餌に釣られて捕まっちゃってる。これで、なんか大きさも書いてくれてるのかな。面白いですねこれね。はい、ではね組み立てていきます。組み立てれました。ベータが小さくて可愛いですね。ではまずはミニフィギュアから見ていきます。まずはこちら、明治、あの前作、ロックドテで出てきたあの小さい、女の子なんですけど、今回もちょっと大きくなって登場するようですね。ミニフィグ、腕が動いて、あとね足が稼働して頭も稼働するようになってますね。なんかおしゃれなまた服装、してますね。後ろめっちゃ可愛いよこれ。何の生き物だろう。なんかね、可愛いイラストが描いてますね。髪型がおしゃれで、ニット帽か何か被ってるのかな。これ髪の毛とね一体になってて、これ外すと、はい、こんな感じですね。で、表情2種類あって、この、なんだろう、ちょっとニタッとした顔と、あと、なんだ、怒ってる顔かな？怒ってる顔ですね。はい、セットするとこんな感じ。頭大きいですね。で、2体目こちら、レイン・デラコート。顔にね、入れ墨があるのかな？なんかちょっとね、やんちゃな雰囲気が出てますね。でも、髪の毛はセンター分けになってて、結構男前。で、くるっと回して表情2種類。いたっとなんかすごい悪そうな顔してて、まあ、どっちも悪そうだね。こっちは真剣な表情になってる。で、右手に持ってるのは麻酔銃ですね。次はね、恐竜の方を見ていきます。まずはね、皆さん楽しみにしてると思うんですけど、こちら、ブルーの子供、ベータですね。ブルーの特徴的なこのね、青色のラインがベータにも入ってて、かわいい。で、後ろ足のももの部分、柄がね、入ってるんですよね。綺麗な柄が入ってて、この小さいベータは、稼働するところはないですね。で、高さが約3センチ。こちらね、兄や、子供の頃のブルーのフィギュアと大きさを比べるとですね、あ、それよりも小さいんで、ちょっと小さいですね。まあまあ、尻尾の長さぐらいで体の大きさはあんまり変わんないけど、ね、ちょっと、短いですかね。次はね、今回も登場してくれましたね。こちら、ブルーを見ていきます。まずはね、こちらのサイズなんですけど、アニアジュラシックワールドブルーのフィギュアと比べると、あ、レゴのブルーの方がね、高さありますね。長さはあんまり変わんないですね。はい、前から見るとこちら。で、新しく出ましたレゴのこちら、T-Rex、緑色のね、T-Rex と大きさを比べるとですね、あー、これと比べるとだいぶ小さいですね。はい、正面から見るとこんな感じ。幅も全然違いますね。頭の大きさが面白いぐらいに違う。色はね、さっきのベータと同じ色ですね。体グレーカラーに特徴的な青色のラインが入ってて、あと柄もね、入ってて、綺麗な柄になってますよね。
で、頭、こんな感じ、ちょっとボコボコっとしたね、この辺の造形なんかよくできてる。で、目はね、塗装になってて黄色です。で、右側はね、この青色のラインがこの前の方までね、来てるんですよね。で、口が開閉するようになってて、あ、ちゃんと歯もありますね。で、頭がこうね、左右に動かせるようになってて、上下とかはね、動かせないみたいですね。で、長い前足前後に動かせて、爪のところなんかもね、綺麗に塗装されてます。で、早い後ろ足ね、いや、この形いいね。ちょっとふくらはぎのところもボコッと膨らんでて、で、カギ爪ですよ。かっこいい。綺麗にね、黒色に塗装されてますね。後ろ足も前後に稼働します。で、後ろの尻尾はですね、ちょっと上に上がった形になってて、で、これ途中ぐらいからこれ柔らかいんですよ。ゴムになってて、うん、すごいすごい。これ硬いのかなって思ってたら、これも柔らかいですね。はい、ブルーの横に、ベータを並べるとこんな感じとなってて、いやー、素敵すぎるこの光景。めちゃ可愛いですね。ブルーの子供ベータしかいないのかな。あとなんかね、2体ぐらいいたらいいんですけどね。次はね、ちょっとちっちゃいの見ていきますね。そう、公式サイトではオートバイって書いてたんだけど、多分これ自転車ですよね。うん、タンクとかないしエンジンもないからね、多分自転車じゃないのかな。ロードバイクじゃない、そう、マウンテンバイクのようなやつに見えるんですけどね。で、タイヤがゴムになってて、これね、くるくる回るようになってます。ミニフィグをここにセットできるようになってるようで、こんな感じで乗せることができるようになってますね。で、手転がしで遊べます。ウィーリーとかね、できますよ。これ多分ね、ジャンプ台だと思いますね。ちょっと、スロープになってて、ここからこうジャンプさせて遊んだりすることができるようです。で、これがですね、小さくてなんかおしゃれな形になってるベータを捕まえるための檻ですね。で、横に開くようになってて、はい、開けるとこう中にお肉が置いてます。で、美味しそうなお肉にこのね、ベータが寄ってきてですね、ガチーンとこんな感じでね、ベータを捕まえることができるようになってるようです。そう、逃げ出さないように上もね、ちゃんとこの、ロックをして、はい、これでベータ捕まえれました。まだね、ご紹介してないんだけど、こちらの車、おしゃれな形のトラックの荷台部分に、この檻をですね、小さい檻を乗せることができるようになってます。ベータを後ろに乗せてトラックの方ですね、こうやって、どこかに運ぶことができるようになってます。では最後にね、おしゃれなカラーのトラックを見ていきます。全長約14センチとなってて、サイズね、結構大きくて、はい、こちらトミカランドクルーザーを横に置くとね、こんな感じ、トミカよりもだいぶ大きいですね。そう、車の形もね、すごい可愛いんですけど、色が可愛くてね、赤色と、で、この真ん中の部分が白色になってて、おしゃれですよね。でもなんかフォードとかその辺の車両のような気がするな。で、前ね、ランプ、クリアパーツが使われてて、大きなグリル、かっこいいですね。で、両サイドにはドアミラーもあるんですよ。で、ホイールはね、グレーカラーで、タイヤは、ゴムのタイヤになってて、くるくる回るんで、下に置いてね、手転がして遊べるようになってますね。車のドアはね、開かないけど、これルーフが、取れるようになってるんで、取って、この運転席、ちゃんとハンドルもあります。運転席に、ミニフィグをセットすることが、はい、できるようになってますね。で、この前のフロントガラスがね、クリアガラスなんで、中よく見えますね。で、サイドね、ステップなんかもあったりして、乗り降りしやすそうになってます。で、牛の、テールはね、赤色のクリアパーツが使われてて、で、さっきベータのね、檻を、乗せたんですけど、そう、荷台部分結構スペースあるんでね、ここに何か乗せたりして、遊ぶこともできますね。あ、すごい、これね、バックガラスも、後ろのガラスもね、クリアガラスになってますね。おしゃれおしゃれ、よくできてるな、この形。そう、前に組み立てました緑色の T-Rex をこれ並べるとどんな感じなんだろう。ああ、いいね、これちょっと車が大きいかな。うん、この T-Rex と並べるとなんかサイズ的にはちょっとね、車かなり大きく見えますね。で、さっきね、後ろにベータ乗せたんですけど、ブルー乗るかな。ブルーも結構大きいですからね。ああ、乗せようと思えば乗せれるかな。こうやってしがみついた感じでね。あ、すごいね。なんかいい、これしがみついてなんか襲ってる感出てますね。ブルーを乗せて、一応ね、こうやって手転がして遊ぶこともできるようになってます。トラックのサイズが大きくてしっかりとした形になってるから、これはかなり遊べそうですね。
こちらレゴ76946ジュラシックワールドベロキラプトルをおびき出せブルーとベータを組み立てご紹介したんですけど、ブルーの子供ベータ可愛いですね。この特徴的なこのラインがあるのがね、すごいいいですよね。で、明治、前作ね、登場したあの小さい女の子が新しい映画でどれぐらい成長して登場してるのか気になる。で、ミニフィグだとちょっとわかりにくいけど、ね、かなり大きくなってそうですよね。楽しみ。で、こちらのセットね、建物ないんですけど、トラックがね、大きくて、もうこれ組み立てるのにね、結構時間かかったんで、うん、組み立てもね、すごい楽しいです。よかったらぜひ、チェックの方してください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあ、またね、バイバーイ。